えー、皆様いかがお過ごしでございましょうか南風チャンネルでございます。<laughs> えー、今日はですね、お客さんの車両をね、ちょっと拝見させていただきましたので、それに関して、えー、ちょっとお話をしてみたいと思います。まあ別にね、何が高こ校うこうっていうわけじゃないんですけど、えー、これちょっとうちで納車したものではないんですけどね、あのうちでお世話になってるお客さんが既に持ってらっしゃる、えー、車両をちょっと見てくれんかということでお持ちになりましたんで、まあね、あのうちで扱いのある車両でもありますし、えー、私もいじったことがあるので、じゃあちょっとっていうことで拝見をさせていただいたところでした。で あの、一番最初をこれ拝見した時はですね、泥除けもついてなければキャリアもなかったんですけど、あのー、まあ、うちとですね、えー、ご講義いただくようになりまして、で、その、上質と言われるね、そのスポーツサイクルと言われているものを日常的に使うと、まあ、いろいろいいことが起きますぜ、みたいな話は、まあ、よくするんですけども、えー、それをね、ちょっと字で言ってくれました、ということでした。で、あのー、そういうふうにね、日常使用しようとすればするほど、その、スタンドとか、 えー、泥除けとか、あの荷台とかね。あのー。 だん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 こう輝きを持ってくるもんですよ、みたいな話はよくするんですけども、えー、まさしくね、そういう感じで使ってくれてますというような車両です。あのー、基本、で、うちもね、あの、あんまりその、社外品的なところ、アリューでボコボコつけるぐらいだったら、あの、純正品の方がいいんじゃないですかね、みたいな話はよくするんですけどね。えー、それもですね、えー、ちょっと自分で、あの、いろいろなんか手配して、あの、つけちゃったんだよな、みたいな感じで来てくれてますね。で、特筆すべきはこの、ラピートトランジット ですね、これをうち、ね、以外でつけたっていうので持ってきてくれる人はちょっと初めて見まして、えー、実際ね、あのーまあ、畳んで転がして嘔吐っていうよりは純粋に荷台として、えー、使ってらっしゃるようなお話でしたけどもあのこういう装備っていうのはあの、ね、例えばその輪行して嘔吐ってなった時にあると便利ですよということですからねあのそういうような使い方がいつかする。 できるチャンスが来るんじゃないかなというふうに思うところでございました。で、あの、各部点検をね、させていただいて、あの、タイヤとか、その辺が順調に、えー、やられてる感じがありましたので、それを交換させていただいて、えー、また雪が解けたら、これの出番が来るぜというようなことで、えー、自転車生活が、えー、広がっていくんではないかなというふうに思っております。ねおそらくね、この車両でね、今年の10月、あの、ススキの200ブルベにもう一回挑むぜと。 いうような感じじゃないかなと思いますので、えー、ね、それに対して準備をなさっていくと思いますので、まあ、なんかしらね、お手伝いができればな、というふうに思います。